情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いいたします。国際捕鯨委員会、略して IWC、 あのプロレスのチャンピオンベルトじゃないですよ、プロレスの団体じゃないですよ、ね、IWC と国際捕鯨委員会なんですが、なんとここがですねピンチに陥っていると、窮地に、立っているという情報が入ってきたんでね、皆さんにちょっとお届けしたいんですけど、皆さんあの覚えてます、今から3年前、2019年に日本はこの IWC から脱退してるんですね。まあ安倍政権の最後の方ですかね。はい、まあこれ拍手喝采した人も多かったんですけど、あまりにもね、まあ、わけわかんないことになってると IWC がね、なんかそのクジラを守る宗教みたいな人たちが反捕鯨国 ね、そして本当にクジラを取ってクジラをね資源管理していこうって人たちが捕鯨国ということで、もう対立がニッチもサッチもいかなくなって、もうこんなんじゃもう入っててもしょうがねえってことで日本はやめました。なので日本の EEZ 内でね、今ね自由に捕鯨ができるようにはなったんですけれどもね、まあ今この IWC とは関係ないんですが、日本がやめたことによってですね、まあ単純に言うと分担金をね払う国が減っちゃいまして、日本とアメリカですごい持ってたんですけど、まあ、日本が払わなくなったんで財政的にかなりまあ困難になっているということですでね、この IWC をめぐる経緯についてちょっとね我々はね知るべきだなということで、こういう記事があります。これね2019年のね、9月27日の、記事です。本が好きというサイトにあるんですけどね、クジラ博士こと加藤秀博氏大いに語る IWC と商業捕鯨、そしてうんぬんとね、まあ、そして乳首の謎って書いてあるんですけど、まあ、これちょっと一応長いやつなんで、この乳首の謎についてはちょっと言いませんけど、IWC と商業捕鯨についてね、あの、書いてありまして、で、まあ、そもそも日本がね、この戦後ね、まあ、捕鯨かなり盛んになりましたけど、どういう経緯だったかということでですね、加藤さんというね、加藤先生という、この、まあ、哺乳類学者のね、クジラ博士がですね、解説をしてくださってるんですが、まあ、ちょっとそこの関連するところを読むとね、第二次大戦後の1946年、主に戦勝国が集まって、国際、捕鯨取締条約を結んだんですね。批准のために2年据え置かれ、1948年に発行しましたが、その条約のもとにできた国際管理機関が IWC ですと。戦前にも国際連盟が主導したジュネーブ協定のもとに国際捕鯨協定があったんですけど、これはあまり機能しなかった。簡単に言うと、その反省のもとに国際捕鯨取締条約では3つの柱を立てました。鯨類資源の適切な管理、保護と管理、そして、捕鯨産業の健全な育成と。この3つの、まあ、柱でね、運営されてたと。で、日本は当初ですね、敗戦国だったので、これに入れませんでした。で、1951年ですね、サンフランシスコ講和条約の発行1年前に、GHQ のですね、お情けで、実はこの、まあ、IWC にですね、入れてもらったんです。なので、国際連盟にね、入る前にですね、なんと IWC に日本は加盟してですね、実質的なその国際社会の復帰を果たしているというですね、まあ、そんな実は経緯もあったりするわけですよ。はい。でね、まあ、その背景にはということで、加藤先生おっしゃるには、食糧難の日本で多くの餓死者を出させないようにというね、GHQ のまあ思惑、まあ、配慮があったのではないかと、いうことです。で、当時ですね、日本はですね、まあ、あの、捕鯨の母船がね、徴用されて戦争で、もうほとんど全部撃沈されてなかったので、当初はですね、潜水艦の母艦だった海軍特別輸送船が捕鯨船の代わりに使われたりというか言ったね、まあ、結構急ごしらえでね、大変だったんですよね。はい。で、その後ですね、まあ、その、捕鯨国、反捕鯨国ね。まあ、あの、まあ、圧倒的にその捕鯨国の主導で、まあ、この IWC に行くんですけど、1970年代になるとですね、今のまあ、欧米諸国ね、この辺がですね、捕鯨から撤退しまして、反捕鯨国になるというね、こういうまあ、事象が、出るんですよ。で、加藤先生、次のように説明しています。IWC の発足後、しばらくは捕鯨国主導の会議運営が続いていました。しかし、1970年代の前半あたりから、欧米諸国が捕鯨から撤退し始め、世界的に鯨類保護の機運も高まり、反捕鯨国の加入が相次ぐようになりました。やがて反、捕鯨国は少数派に転落、そして最も反捕鯨国が多かった1982年に商業捕鯨の一時停止ね、このモラトリアムというのがですね、なんと4分の3の圧倒的多数でですね、採決されてしまったと。で、ノルウェーとかはね、異議申し立てをしてですね、商業捕鯨やってたんですけど、日本はアメリカに配慮してね、これやらなかったらしいんですよ。まあ、アメリカの経済制裁を恐れたらしいんですね。で、そして2000年代に入るとね、実は捕鯨国が今度増え始めてですね、2006年には捕鯨国と反捕鯨国が、あの、数逆転したんですけど、でも4分の3でひっくり返すまでには至らず、ずーっとそのね、戦いが続いていたと。両勢力は膠着した状態に陥って
ていたということです。で詳しくはですね、加藤先生のクジラ博士のフィールド戦記っていうのをね、お読みいただくと詳しく書いてあるそうです。で加藤先生はね、日本がまあこれ抜けるっていう年の記事なんですけどね、2019年ね。むしろ私はね IWC の行く末を心配してます。もうこの時言ってたんです、3年前に。はい、これはねどういうことかというとですね、加藤先生こう言ってます。日本の脱退についてはね、やむを得ないと思いました。もう万策尽きたという感じでしょうねと。しかし案じているのは日本よりもむしろ IWC のことらしいということで、対戦後の紆余曲折を経て、今まで IWC は、鯨類資源の世界的な管理を担ってきたわけですよ。日本の脱退によってますます機能しなくなっちゃうんじゃないかなというのが僕の心配ですねと。ね、日本がいなくなって生成したといっても、今度は議論する対象が、なかなかないじゃないですかと。資源調査をやってデータを出してきたのは主に日本ですから、ノルウェーやアイスランドも出してますけど、かなりミニマムなレベルですからね。日本は積極的に出してきましたので、そういうところがなくなって、果たして一体科学委員会で何をどうやってやるのかというのが、むしろ科学委員会の中から見ていてみんな心配してるじゃないですかねと。で、おそらく財政的にも苦しくなる。 IWC 参加国はそれぞれ加盟金を不支払っているが一律ではない。先住民捕鯨による捕獲頭数の確保のほか、国連を通じて、GNP が基準となり、それぞれに応じた額が決められている。つまり日本はアメリカと並ぶ大口のスポンサーだった。それが抜けてしまったとなると、残った国々の加盟金が引き上げられるかもしれない。まだ、もし同じままだったら科学委員会などの活動は縮小されていき、普通の学会と同じになってしまう可能性もあるというふうにおっしゃっております。まさにですね、この加藤先生の予言通りですね。はい、朝日新聞がこんな記事を書いております。10月15日の記事です。国際捕鯨委員会破産の恐れということで破産しちゃうんですか、国際捕鯨委員会大丈夫なんですかと、いうことです。これね、総会ね、IWC の総会がですね、13日、スロベニアのポルトロージュで始まったそうです。対面のね、総会はね、2009年以来ですね、日本が脱退して対面形式で初めてという総会なんですが、このね、この記事ね、こう書いてあります。むしろ深刻なのは IWC の財政状況の悪化だということで、IWC の資料によると、2023年から24年の予算は62万ポンド、約1億円の支出超過となる見込みだ。IWC は対策を取らなければ、数年以内に破産する恐れがあると訴えていると。これちなみに朝日新聞の記事なんですけど、朝日のなくなる日、平和の日だけど、これいい記事だね。うん、他全然報じなくて朝日がこれ報じてるんですよ。数年以内に破産するんだって。で、水産庁のね、担当者からのちょっとコメントをね、朝日がまあ聞いてきたんですけど、もともと支出ありきの赤字体質だったと。で、さらにね、流行り病による財政難を理由に分担金を支払わない国が増えたほか、2018年に1800万円を出すなど、最大の、拠出国だった日本の脱退も影響していると。で、IWC に詳しいですね、早稲田の真田准教授はですね、分担金の未納国が増えた背景について、日本が脱退したことで関心が低くなっている国もあるのではないかということで、反捕鯨国もですね、そのまあ、日本を目の敵にしてたわけですけど、まあ、ライバルがいなくなってね、まあ、アベロスみたいなもんですよね。日本、ジャパンロス症候群みたいな感じで、なんかちょっと本気度がなんか下がってきたと。で、しかもデータも出ねえからね、日本がデータを出して、商業捕鯨やってもいいじゃないですかっていうのに対して、ね、否定側がまあ、いたわけですよ、反捕鯨国が。それがもう、元のデータ出てこないから否定ができねえと。まあ、アンチをやってたんで、ね、アンチやってた人っていうのはね、元の人がね、いなくなると、要は、アンチの対象がいなくなると、もう何にもできなくなってしまうと、いうことかなと、思います。で、IWC すごいしょぼいことになっててね、固定電話とか、それから紙の量を減らしたり、コピー枚数減らしたりとか、もう、潰れる直前の会社みたいなもん、涙ぐましい努力をしているそうで、イギリスのケンブリッジにですね、本部建物があるそうなんですが、売却決定ということで、やべえな、これ。どうなるんだ、みたいな感じですね。で、まあ、一応その、財政立て直しの計画を盛り込んだね、まあ、財政、中期長期、経営計画、中期計画、こういう予算などをですね、まあ、今回採択するらしいんですが、どうなんですかね、大丈夫なんですかね。で、ちなみにですね、この朝日の記事ね、オブザーバーの日本、新たな芸種の議論もというね、ちょっとね、気になる記事がこの後ね、続いてまして。はい。日本はですね、一応オブザーバーとして参加しててね、57人の代表団を派遣したらしいです。あ、ごめんなさい。57人を代表、派遣した18年からは縮小するもののですね、ごめんなさい。それ減るんですけど、一応12人ぐらいの政府関係者が出入りして、現地入りしたそうです。
で、捕鯨を含む鯨類の利用については適切な国際機関を通じて活動するよう求めていると、日本は IWC から脱退したものの操業する海域では他に適切な国際機関がないため政府はオブザーバー参加することでこの要件を満たすというふうに主張していると、さらにですね、自民党がね、2024年を目処に新たな鯨種の漁獲可能量を設定することを目指す考えを示したそうです。現在は3種類に限られている鯨種の対象が増えることを意味する、脱退後はですねミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラなど3種に限って日本の EEZ で、捕獲を認めてきたんですが、南極海での調査捕鯨ができなかったことで脱退前と比べて漁獲量は大幅に減少していると、ということで新たにですね、ナガスクジラ、ですね、シロナガスクジラとかですね、の、次に多い、クジラらしいんですけど、これをですね、新たな魚種に加えるのではないかというふうに言われているということです。でちなみにこの間ですね堀江貴文さんとね堀江門ことね堀江さんと対談したんですけど和歌山でクジラはね結構ね今ね問題だそうです。これは堀江さんが言ってたことですからね科学者の方で違うって方言ったら言ってほしいんですけど堀江さんが調べたところによるとクジラがね増えすぎてるそうです。でめっちゃ増えてめっちゃ食うんですよクジラってめっちゃ食った上にねめっちゃ糞するんです。はい、すげえ食ってすげえ糞するので、その糞の中にアニサキスがなんかすげえいっぱい入ってるらしくて、なんか今アニサキス増えてるでしょ、これクジラの量が増えたことと関係あるんじゃないかというね説があるらしいんです。で堀江さんはこれはもうクジラに違いないと言っててクジラ取んなきゃやばいよというふうにおっしゃっていたんですが、この辺ねぜひねちょっと詳しい人、私これ専門じゃないんでそれこそ海洋大学の勝川先生にも今度聞いてみようかな、インタビューできたらしてみようかなと思うんですけど、クジラね何て言うんですか、愛玩動物のように可愛がってる人たちいるんですけど、やっぱりね生態系の中でね増えすぎちゃうとですねなかなかちょっと大きな問題が、はい、発生する、大変ね、グリル厄介とか言ってね今ね TOKIO さんが鉄腕ダッシュでやってますけれども、クジラを取りに行く日も近いのかなと TOKIO がね、そんな風にちょっとね感じました。いずれにしても IWC の皆さん財政難にめげず頑張ってください。はい、心から応援してます。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はですねぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして内容気に入ったらぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。